サムター、特に第二次世界大戦後は工業が成長した。次第に、戦意、製造、バイオテクノロジー分野で知られるようになり、農産物に加えて、小売業の環境や医療の中心として栄え、サウスカロライナ州東中部における事業の中心となっている。サムター市内にあるアメリカ合衆国国家、歴史登録財に指定されているものとして、 ジェイクリントン・ブログドン邸、カーネギー公共図書館、ヘリオット・モイズ邸、チャールズ・ティー・メイソン邸、マートル・ムーア、オドネル邸、ディップ・ラップス・プランテーション、セーラム・ブラック・ガ長老派協会、ヘンリー・リー・スカボロー邸、ステートバーグ歴史地区、サムター軍庁舎、サムター歴史地区、サムター町役場、オペラハウス、テンプル市内、エリザベス・ホワイト邸、シングルトンの墓地がある。 サムター氏は、統計の市として知られ、サウスカロライナ州の地理的重心の近くにある。座標では、北緯33度55分37秒成形、80度21分49秒、北緯33.92694度成形、80.36361度、33.92694マイナス80.36361に位置している。 マートルビーチのグランドストランドから西1 0 0マイル、ブルーリッジ山脈の東175マイルにある。州都コロンビア市が約45マイル西にあり、チャールストン市は約100マイル南である。アメリカが州国国勢調査局によれば、地域全面積は26.8平方マイルであり、このうち陸地26.6平方マイル。 水域は0.2平方マイルで、水域率は0.60%である。以下は2007年の人口統計データである。下表はサムターの6種の犯罪に関する犯罪率であり、モーガンクイット脳が人口1万人あたりの率を算出し、全国平均と比較してアメリカの最も危険な都市ランキングに使っている。この統計は実際の犯罪件数ではなく、 人口10万人あたりの数字になっている。連邦議会クオータリープレス2008年都市犯罪ランキングによれば、サムター大都市圏は全国338の大都市圏の中で全犯罪発生率が第5位の高さになっていた。サムター市は1912年6月11日に初めて市政委員会、マネジャー方式の政府を採用したという特徴がある。 市政委員会は、小選挙クロックの代表で構成され、市マネジャーを指名して、市の日々の運営を監督させる、行政部門の長として機能させている。サムター市では4年ごとに市長選挙を行っている。2016年が次の選挙年である。市長は、市政委員会の議長も務める。市政委員会の委員の任期は4年間であり、多選の制限はない。委員は、 小選挙区から選ばれ、市長は自然体を選挙区に選ばれる。市政委員会は政策を決め、法、規則、規定を制定し、町の未来と経済的な成長を格索する。また市民サービスの秩序あり効率的な運営のために、必要な支援を行う責任がある。2011年7月1日、サムター教育学区第2と第17が統合されて新しく、 サムター教育学区となった。この学区の学校はブルーリボン学校として全国的な認証を得ており、毎年大きな奨学金を得られる生徒を輩出し、賞を得られるような教師や管理者を雇用している。各公立学校は南部カレッジ学校協会と宗教育省の認証を得ている。サムターの地域には多くの賞を得られるような私立学校もある。例えば、 トマス・サムター・アカデミー、ウィルソン・ホール、サムター・クリスチャン学校、セント・アン・カトリック学校、セント・フランシス・ザビエル高校、ベリア・ジュニア・アカデミー、ウェスト・サイド、クリスチャン・アカデミーがある。サムター市内にはいくつか、カレッジクラスの教育機関がある。モリス・カレッジは、私立4年生教養系カレッジであり、中央カロライナ・高ーカレッジは、公立2年生・高ーカレッジ。 サウスカロライナ大学サムター校もある。セントレオ大学、トロイ大学、ウェブスター大学はすべて、小空軍基地で授業を行い、学位取得プログラムを運営している。市内にある、小空軍基地には、アメリカ中央軍、第9空軍、第20戦闘機構空団の本部があり、その他、テナント部隊もある。第2次世界大戦以後、 この地域の連邦政府と文民の雇用源となってきた。上空軍基地に配属されている戦闘機は、海 -16 ファルコンであり、多目的戦闘機である。湾岸戦争では、主力戦闘機だった。ドワイト・ディ・アイゼンハワー大統領から、バラク・オバマ大統領まで、市民のサービスに対する感謝を表すために基地を、訪問してきた。基地の名は、 第一次世界大戦で最初に戦闘任務で飛行したアメリカ人であるアーヴィン・レイビット小中尉にちなんで名付けられた。サンティウォーターリーチ域交通局はサムター大都市圏で大量輸送を担当する機関である。小空軍基地とも連携している。サムター市と軍内の町を結ぶ急行シャトル便や通常のバス便を運行している。2002年10月に設立された。 2003年から1万人以上の乗客を運んでおり、路線を拡張し、安全で快適な交通手段を提供している。近年は、天然ガス燃料車を追加し、それを拡大する計画がある。周回高速道路、アメリカ国道サウスカロライナ州道アイリス庭園の、歩道スワンコ、アイリス庭園は、白鳥の種として知られているハッシュがべて生息する、ことで、 国内唯一の公立公園である。スワン湖の美しい黒い水が壮観なアイリス庭園の舞台になっている。湖の中には彩りのある島が点在し、野生生物が豊富である。毎年5月半ばから6月初めまで咲く花あやめは国内でも最も多い。他にも椿、ツツジ、デイルリ,リー、コブシなど多種の花が見られる。ブレールトレイルは視覚障害者でも 庭園の香りや近くを楽しめるようになっており、蝶々庭園やチョコレート庭園はどちらも感覚を楽しませてくれる。この地域は1927年に地元実業家、ハミルトンカーブランドが個人用の釣りを楽しむ場所として開発したのが最初だった。西里ィ通りの北側となっている30エーカーの湿地も開発したのと同時に、花あやめのある自宅の敷地の庭園を作った。 それらの生育に失敗し、遠くニューヨークの園芸家と相談した後で、庭師に球根を掘り出し、地に捨てるよう命じた。翌春、それらが花開いた。雑誌、サザン・リビングから、愛すべき誤りと言われたこの偶然の庭園は、それ、以来、アメリカ合衆国でも最上級に美しい、植物庭園に開発されてきた。この公園では、年間を通じて、 多くの行事や祭りが開催されている。毎年の花あやめ祭りはサウスカロライナ州でも最古の祭りであり、5月のメモリアルデーの週末にここで開催されている。クリスマスシーズンには夜のファンタジーオブライトがあり、100万球以上の様々な色の電球が様々な形に飾り付けられる。毎年アースデーの祝祭もある。ライリーパークは2000席のスタジアムであり、 主に野球試合に使われ、クラス A のサウスアトランティックリーグで試合を行う、アトランタブレーブス参加のサムターブレーブスが本拠地にしていた。1985年から1990年まで活動していたが、その後はジョージア州メーコンに移った。ここからメジャーのアトランタブレーブスに昇格した選手として、トム・グラビン、デビット・ジャスティス、ケビン・ブラウン、マーク・ウォーラーズ、 ライアン・クレスコ、ビニー・カスティーヤがいた。1991年、サムター・ブレーブスの後に、モントリオール・エクスポズ参加のサムター・フライヤーズが、活動したが、1シーズンのみで去った。その後は、プロチームが活動していない。ライリー・パークは、アメリカン・リージョンの野球チームである、P-15S も、本拠地にしている。このチームは1940年から2011年まで15回。 州で優勝してきた。2006年にはアイオワ州シーダーラピッツで開催されたアメリカンリージョンワールドシリーズに進出したが4位に終わった。2008年と2009年にはノースカロライナ州シェルビーで開催されたワールドシリーズにも出場した。パルメットテニスセンターはパルメット公園にある最新式のテニスコートである。公式のコートが24面ある。 毎年、青年、大学、プロのテニス大会が多く開催されている。サムター記念スタジアムは、サムター高校の運動、チームゲームコックスが、本拠地にしている。ドナルド・エルクロリー記念スタジアムの、マービン・モンゴメリー・フィールドは、クレストウッド高校のナイツが、ドクター・ J ・フランク・ベイカー・スタジアムは、レークウッド高校のゲーターズが、本拠地にしている。1950年代。 サムターは州の卓球選手権で強かった。1951年、オリバー・スタブスで開催された全米卓球選手権でサムター出身のチャンピオンが生まれた。ニューヨーク・ヤンキースの元二塁手、ボビー・リチャードソンはサムターの出身である。サムターはリチャードソンの栄誉を称えて少年用野球場を作り、その名前をつけた。 NBA で活躍しているバスケットボール選手例、アレンもサムターの出身である。ありがとうございます。